おはようございます。おはようございます。11時ですね。8時、東京駅丸の内。東京駅丸の内、北口ということは、東京メトロ、全180駅。はい。ランダム散歩の方ですね。はい。やっていきたいと思います。まあ、あんま受けは良くなさそうでしたけど。うん、よくなさそうです。なんか一回で終わるのも悔しいんで。確かにね。っていうかね、そのランダム散歩でまだ地下鉄に乗ってないんで。あ、そうそうそう。そう。そう。あの、一回目はね、なんとか本会を果たしてから、そう。あの、今後を考えたいですよね。そうなんですよね。そう。一回目は、まさかの大手町ということで、歩いていきましたから。今回は、さすがに大手町が出たら、聞き直しにさせてください。はい、ちょっと、ぐらい。ということで、大手町以外の、はい、179駅のどこか行きます、はい、それ以外のプランはありませんと。ありません。じゃあね、まずは路線の抽選からですね、うん、東京メトロのどの路線の駅に行くのか。はい、また千代田線やん。千代田線ということは前作った何やっけな、だっけ1から20、だったかな、多分これが1から20まで。はい、じゃあこれで行きましょう。はい、これバグってない。これちょっと何回やっても同じにならへんよな。ちょっとなしでちょっといい何回か、うん、4、うん、あ、いけるな。そうな気がしますよね。千代田線以外ないってことないよな。一応全部売ったんでね、東西線。あ、東西線であるもんな。 OK、 線をもう一回聞きましょう。なんかおかしなったし。はい、来い。お、うん、東西線ね。どうなん。いや、東西線は、うん、中野から、まあ、高田馬場とか通って、その名の通り、うん、真横にこうずーっと突き入ってきてですね、うん、飯田橋とか、うん、で、ここの大手町も通って、で、割り嫌な予感はするけど。ここまではいいんですけど、うん、そこからあの東側が、うん、ずっと西船橋までずーっと、千葉までも、えぐいな。はい。ちょっと場合によっては千葉、うん、あ、いいんじゃない。まあまあ、それはもうしょうがないよ。東西線は全何駅あるかと言いますと、髪伸びんの早いの？なんかそうなんですよ。いつまで思春期やってんの？いや、なんでこれ。中野から大手町までの都心区間で9駅しかなくて、あ、東に偏ったバランスの路線なんです。いいんじゃない。1から23までの数字が出るようにしております。うんうんうん、はい、それでは抽選しましょう。はい。若い数字。おお、11。どこ？あ、茅場町。あ、茅場町。はい。ここから東に2駅。日本橋の向こうですね。またちょっとビジネス街ですけど、本日は茅場町。茅場町ということでね。はい。行ってみたいと思います。はい。はい、前と一緒なんですけど、前と一緒の場所やな。この前は大手町っつって、そこから左に行きましたね。回りましたけども、はいはいはい、今回2駅なんで、まあ、頑張れば歩けるんですけども、せっかくなんで、うん、そう、もうね、寒い。乗っていきましょう。うん、いい4年ですよ。うん、はい、茅場町に、はい、着きました。はい、2秒ぐらいしか乗ってなかったですね。ほんまに2秒やったな。まあ確かに繋がってますよ、ここ。そう、ほとんどそうや、同じ駅やったね。街並みはまあご覧の通り、さっきよりはだいぶまあ落ち着いて、うんうんうん、まあ都会的な、そう、まあもちろん都会なんですけど、こう、水の街感もね、うんうん、ありますから、現在地ここなんですけど、はいはいはい。日本橋で渡った日本橋川が、まあ、その下流側に、で、こう分流もあると。なんでまあ歩いていく方角がまあ左側、西側だったら日本橋、この前歩いてたような、ここが日本橋兜町なんで、あれでしょ、東京証券取引所とかがあるとこですけど、はいはい、あの逆側とか歩いていけば、まあなんかちょっと変わり映えする街もあるかもねみたいな、うんうん、どっちに行こうかな。ちょっととりあえずこの辺をちょこちょこっとしてみたいと思います。はい、はい、
岸橋という、これだからすぐ、田山町の東側、うん、日本橋川の分かれになる、亀島川という川を渡る霊岸橋、まあ、ちょっと漢字が出ないんですけど、いや、お化けの霊あるやんか、はいはい、あれに騎士って書いて霊岸らしいよ。え、マジですか。さっき看板に書いてあった。へぇ、亀島川、あ、うん、結構都会的な光景。そうね。で、こう東側じゃないわ、西側、うん、台場町方面を見ますれば、まあ、あの証券会社とかね、うん、この向こうに東証があるのもあるんで、うん、結構、まあ、橘証券、関西証券みたいな、うん、一旦この日本橋川、亀島川、そして隅田川に囲われた、まあ、島みたいになってる、うん、なってたね、島みたいな、はい、ちょっとここに足を踏み入れてみたい。これは多分日本橋川から水を締め切るための水門だと、うん、この向こう の, ちょっと見えてる都市高速が日本橋川の上の首都高ですけど、ここよりこっち側は隅田川側なんですかね、うん、日本橋水門って見えますわ。あれを渡ってきたんですね、霊岸橋ですけど、はい、渡ってきまして、この島が中央区新川という町名なんですけど、かつてはこの島を霊岸島と言ったと、うん、まあ、これ今調べて知識を喋ってますけど、うん、ここに旧霊岸島2丁目とか霊岸島1丁目という地名も見えますけども、うんうん、まあ、なんか紆余曲折あって、この新川っていうのは江戸時代にそこに屋敷があったっていう碑がありましたけど、うんうん、この辺に住んでた豪商がこの島の上に東西に掘り抜いた川、うん、これを新川と呼んでいたと、うんうん、この新川という川が流れていたから新川という町名が全体で残ったと、うん、で、まあ、この地図になんか現れてまして、今全体が新川という町名なんですけど、この昔のこの境界線が走ってる、おそらくこの線、うん、この横の線、これが新川。なるほど。はい、日本橋川が流れてて、ここに隅田川がぶっとく流れてるんですけど、この亀島川から隅田川に向かって真横に抜くという川が流れてて、でこれを境に町名も旧新川1丁目2丁目と旧連外島1丁目2丁目とか、これは越前堀の地名が分かれているということじゃないかなと思いますね。はい、うん、まあ、正直私もこの駅がないエリアなんで、うん、あんまり知らなかったですけど、ああよかった、それはよかった、はい、霊岸寺ってお寺さんがあったから霊岸島、でもその霊岸寺自体は明暦の大火で移転をしまして、うん、それ以降は割と静かな地域であるということなんですが、この霊岸島に一箇所、私のどうしても行ってみたい場所というのを見つけましたので、うん、現代史の史跡と言ってもいいかもしれないですね、うんうん、はい、ちょっとそっちにね向かって、はいはいはい、歩いて行ってみたいと思います。言ってなかったですけど、ずっと永代通りという通りを東に行きまして、うん、あれがその永代橋、隅田川ですね、もう隅田川が目の前に 見えてるというところで、新川霊岸島の東端まで来たというところですが、ここに1個、日本現代史屈指の史跡、このタワーは、茅場町タワーと言いまして、現代ね、今はね、今も昔もそうなんですよ。あ、そうなんや、はい、茅場町タワービルと言いまして、ここは何かと言いますと、旧山一証券の本社があったところです。いやー、いいですね、いいですね。いやー、潰れた会社の話っていうのは一番気持ちいいですからねバブル後に破綻した日本の四大証券のうちの一つということで、バブルを代表する、まあ、日本を代表する破綻劇だったわけですけど、もともとはさっきスタートの時に言いました、茅場町のもうちょっと西側の兜町との間ぐらいに、あったらしいんですけど、破綻するバブルの時にね、山一証券が破綻する1年前に、うん、この茅場町タワービルに移転してきたらしい。うんうんうん、霊岸島よりは西側ですよね、兜町と茅場町の間にあったものが
この霊岩島のこの大きいビルの、うん、ほとんど借り上げて一括で本社ビルにしてしまったと。そしたら1年で破綻したということでね、はい、昔はね上にでっかく山一証券と文字が出てたらしいです。へえ。地上階には、はい、万世証券みたいなちっちゃい証券会社も入ってます。縁起でもないですね。おっと縁起でもない。縁起でもない勇気がある。勇気はある。いや勇気ある言うと思ってるし、勇気があるし。このこれですよね、はい、真ん中の、はい、ビルの真ん中の上からあのね、真ん中の土正面でしょうね。そうですね、大きくあそこにでっかく山一丁弁と、うん、明朝台でね。明朝台だ。いやいや、できたいけど。山一証券の、はい、あこの柱の形を見る限りこのここ、うん、ここにあったでしょうね。ありましたね、この山一証券株式会社の石碑が、うん、なくなってますね。あここ山一証券のこの多分その日経平均株価かドル円か何かを表示してたところは今もう万世証券さんってありますけど、はいはいはい、ちょっと称えたいですね、この勇気にね、うん、その勇気を称えたいですけど、多分入り口もこのスタセイロンがほんまにスタがあるね、入ってるじゃないですか、うん、この画像とか全体的に見る感じだと、うん、この残ってる大枠がこれが全部入り口で、うん、あほんま入り口というか、この幅が入り口で、はいはいはい、そのだからスタセイロンのとこも全部入り口ですよ、はい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 、横にワイドの広い入り口があって、そこ埋めてんねや、そこを半分埋めてスパをやってると、うーんいう状況ですね、今の早場町は。そうですか、天下冷凍真空パック。もうなんかこうすごい健康志向の強い1階ですね。そうですね、路面店ですね、スパと、うんうん、まあまあ、ちょっと周りを歩きますか。見ますか。興味しかない。裏手に来ましたか。裏手に来ましたね。その裏手にエントランスがあって、はい、何が今テナントとして入ってるのかなって見たんですけど、結構あのポストがいっぱいあって、うん、であのポストの名前が全部なんか個人名とかになってるが多かったですね。なんかテナントもまあね会社名入ってなんとか事務所みたいなのとかあったりありましたけど、個人名が結構多くて、個人名が結構多かったんで、どういう使い方をしていらっしゃるのかなという感じでしたね。表から入ったらまた別のものが見えるかもしれませんけど、その辺は後で調べるとしまして、まあ立っているのがですね豊見橋って言うんですかね。豊見橋。最初は元禄11年に初めて架けられたけど、今かかってるこの橋自体も竣工が昭和2年9月ということで、うん、1927年、うん、95年ものの橋でした、はい、正式名はフィーレンデール橋と言います。この名は考案者のフィーレンデールの名を取ったものです。うん、まあ、はしごを横にしたようなこの形は名橋永代橋との均衡を保つように、そう永代橋が、ちょっと僕から陰で見えませんけど、地図で示した位置にありまして、その均衡を保つようにデザインされたもので、我が国では本橋以外に数例しかなく希少価値の高い橋です、うん、ということらしく、希少価値が高いですということ以外に、この橋がこの日本橋川の河口にかかる橋であるというところもポイントで、あっちはずっと日本橋から、あ今首都高が右にはけてますけど、はい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 、あそこで分岐するまでは真上を首都高がこうガーッと走ってて、うんうん、日本橋の方からガーッと来たこの日本橋側はこの橋を持ってこちら、うん、隅田川に合流する、合流するということで日本橋側の河口にかかる橋、うんうん、ということですね。全然知らんかった、うん、知らんかったという。あるんですよ、東京も一応水の町なんで、はい、水上橋というやつが、うん、大阪だとよく聞きますけどね、あの海遊館の方とかで走ってますけど、走ってるね、ああいうのだと思います。なるほど、はい、ここが永代橋、はい、永代橋という橋で、皆さんその手元ここ、ああこれですか、土木学会戦勝土木遺産、関東大震災の頃の入り口にあたる第1第2橋梁は筋骨隆々とした男性的なイメージ、永代橋、うん、そうなの、うんうんうん、なんかちょっと流線形に見えるけど、と優美な下垂曲線を描く女性的なイメージ気を過ごしで演出されましたと、うん、我が国で初めてスパン 100m を超えた橋であり、しかも現存最古のサイドアーチ橋である。手前の高速の橋の
向こうにかかってる青いちょっと、はいはいはい、あるね、はいはいはい、あれが清洲川。ちょっとカメラだと見えへんかな。あ、そうですね。あ、釣りもしたはる。これ多分佃島ということです。はいはい、もうタワマンがもうこれでもかと佃島やね。左がサルミ運河、右が本流か、うん、こっちが本流なんや。隅田川本流なんや。関東大震災の当時だとこの永代の市と清洲橋が、うん、もう河口を代表する有名な橋だったと、うん、はいはい、しかもこの橋はスパンか、スパン 100m、うん、とにかく関東大震災直後は当時だとめちゃくちゃでかい橋だったと、うん、あ、まあ復興の象徴とそういうことでしょうね。橋マニアには楽しい街やろう。そうですね、あれがフィーレンデール教室。フィーレンデール教室やろ。確かにこっから見るとこう梯子を横にしたような。そうですよね。だからちょっと形っていうのは張り合ってきてんなっていうのは分かりますけど、うん、あの、まあ、確かに邪魔はしないですね。ちんけな橋ではないなとは思いますよね。あの向こうが永代通りでこう南にグッと来たんですけど、一気に静かになりまして。本当に静かになった。永代橋はだって江東区に入ったっていうのもありますけど、福谷屋さんとか看板がちょくちょく出てきましたね。まだやってはんのかな。まあもしかしたら今日土曜日なんでっていうのはあるかもしれませんけど、佃煮っていうのが東京の佃島、これからこの後行こうとしてる、さっきタワマンがめっちゃ立ってたあたりですけど、あのあたりですね。あそこが名前の由来なので、佃煮屋さんとかもちょくちょく出てきたっていう感じですかね、はいはいはい。ここが またあの水の交差点みたいになってて、この川を合流したこの横の川が大島川かな、大島川が多分この隅田川に合流する時の水門、でさっきと同じようにおそらく隅田川は多分海から閉めてないんで、ここは、あの陸水は閉めておこうと、大島川、大島川なんや、大島じゃない。今からですね、このこっちを塗ってですね、佃島、月島の方に向けて行って、お昼ご飯なんで、そう、お昼ご飯にしたいと。普通にお腹すいた。月島で、あのお昼ご飯にしたいという感じですかね。